リンゴス先生と呼ばれている私に質問が来ましたのでお答えします。今回のテーマはこちらです。リンゴ酢と純リンゴ酢どっちがいいについて詳しくお伝えしますね。話の流れはこちらです。1、なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、リンゴ酢と純リンゴ酢ってどちらが結局痩せるのということについて詳しくお伝えしますね。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その痩せるポイント6つお話しますね。まず1つ目はこちらです。あなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うからなんですね。リンゴ酢は発酵調味料です。でこの発酵したものを取ると、あなたのお腹の中ですね、腸の中にいる善玉菌と呼ばれるその痩せ菌たちの大好物が発酵食品になります。でそういった善玉菌が増えると、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。なぜかというと、痩せ菌が増えるイコール痩せ菌たちの餌となるものがあなたがイコール食べたいものになるっていう、こういったね、いプラスの、スパラルへと入っていけるわけです。なので味覚も変わりますよ。しかも蠕動運動が活発になるおかげで、腸が活性化すれば代謝も上がって、あなたはますます痩せ体質になることができるんです。痩せるポイント2つ目はこちら、脂肪がどんどん燃えますということで、私嬉しいお声いただいたんですね。先生って健康診断行ったら前回の数値と比べて中性脂肪値が半分以下になって正常になってましたって言われた方もいらっしゃるくらい、やはりこのリンゴ酢を取りますとどんどん中性脂肪を溶かして燃やしてくれる効果がありますので、ぜひリンゴ酢を使って溜め込んでしまった脂肪を燃やしていきましょうね。痩せるポイント3つ目はこちら、血糖値の急上昇をリンゴ酢で抑えることができますということで、これもすっごく大事ですよね。そもそもなぜ脂肪を溜め込むか、食事をとると血糖値が上がりますね。誰だってそうです。ただその間にどんどん脂肪が溜まっていくわけですよね、ホルモンの関係で。ところがリンゴ酢を飲むと、その急上昇してしまった血糖値がぐわーっぐーっとね、抑えてあげることができますから、イコール脂肪を溜め込むのも減るという、こういったいい状態を作ることができるんです。痩せるポイント4つ目はこちら、便秘を解消することができます。すっごく大事。便秘の方は根本的にやはり体質がデブ体質ですから、なかなかね痩せません。なぜかというと代謝が悪いままだからなんですよね。ところがこのリンゴ酢を飲むと、腸の蠕動運動が活発になって、結果デトックス、便秘解消ということで、これも本当ね、もう長年便秘に苦しんだ方がまだ1週間も経っていないのにもかかわらず、先生って毎日会長なんですってコメントがね、もうどんどん私の元にもう毎日来るようになってるんですね。なのでもしあなたが便秘で苦しんでらっしゃるようであれば、ぜひリンゴ酢を使って便秘を治していきましょう。痩せるポイント5つ目はこちらです。あなたの暴走する食欲をぐーっと抑えてくれますということで、これすっごく大事。そもそも食べ過ぎるから太るわけですよね。その原因は食欲です、暴走する。ところがですね、このリンゴ酢飲むと食欲をぐっと抑えることができるんですね。こちらもあれだけね食べてたのに、リンゴ酢飲み始めてから、あ、なんかもういいなって、お腹がなんかこう落ち着くのが早くなりましたっていう方がね、とってもコメントが来てるんですね。ですからあなたもぜひリンゴ酢を使って食欲をまずは抑えていくところから始めていきましょう。痩せるポイント6つ目はこちら、むくみ改善効果になります。やはりむくんでらっしゃるということは、水分代謝がうまくいっていない証拠なんですよね。巡りが悪いわけです。そこでこのリンゴ酢を飲むとカリウムがありますから、しっかりとね余計な水分をどんどん外に出してくれて、見た目もすっきりデトックスすることができるんですよ。では2つ目の項目です。純リンゴ酢とリンゴ酢、一体どちらがいいんですか、痩せる効果があるんでしょうかということを詳しくお話していきます。価格帯なのもチェックしていきましょうね。まずは純リンゴ酢と呼ばれる、こういった、例えばこちらはミツカンさんの純リンゴ酢だったりとか、お近くにイオングループのスーパーがある方はこういったイオンのねトップバリューの純リンゴ酢、どちらも純リンゴ酢なので OK なんです。でこれのね原材料が国産の
リンゴ果汁 100% のみでできている、こういったねアルコールを添加せずに、もうリンゴ果汁だけ、天然素材だけでできているリンゴ酢のことを純リンゴ酢と言います。でやはりね美味しいです。無添加ですし、まあ、その素材そのものを生かしてくださってますから、やっぱりね飲むとこうすごくまろやかな酸味と、あと本当にリンゴジュースを飲んでるような感覚で薄めて飲むことができるぐらい、もう本当にね美味しいので、この純リンゴ酢はとにかく無添加のものですから、もう私は一押しになるんですね。では次はリンゴ酢についてなんですけれども、あらかじめアルコールを添加することでアルコール発酵のその長時間かかる過程を一気に省いたものになるんですよね。なので簡単にお伝えすると、先ほどお伝えしたこの純リンゴ酢のこのまあ純がついていない、まあ、例えばミツカンさんのリンゴ酢って書いてあるリンゴ酢を手に取ったとする、そうすると裏の原材料を見るとリンゴとあと添加物でアルコールと書いてあるものになるんですよ。結局早くリンゴ酢を作るためにさっさと発酵させたいわけですよね、大量生産するために。そのためにわざわざ本当だったらその天然にね自然発酵で待たないといけないその過程を一気にアルコールを入れたことで省略して、まあ、どんどん大量生産したというリンゴ酢が、この純がないリンゴ酢というリンゴ酢になります。では純リンゴ酢とリンゴ酢の違いがお分かりになった上で、まあ、価格帯相場になるんですけれども、だいたいこちらね、まあ、どれも1本 500ml ぐらいの設定のリンゴ酢が多いんですよね。で1210円前後というのも、まさにこの純がついていないリンゴ酢のまあ大体価格帯と思っていただいていいと思います。で500円前後するものはやっぱりこういった純リンゴ酢ですよね。ちゃんと無添加で国産のリンゴ果汁 100% のみでできているもの、良質なものですね。そしてさらに2000円前後のリンゴ酢ってどんなリンゴ酢って思いませんか？それがこちら、純リンゴ酢の中でもアップルサイダービネガーといって製造過程で無ろ過、非加熱、マザーというですね、その栄養が残ったもの、濁ってますポイントは。なのでこういったこう精製された後のマザーがこう残っていない、まあ、これクリアな色をしているんですけれども、そうではなくってこう濁ったタイプのリンゴ酢というのが売っています。ただなかなかスーパーでは売っていませんし、おそらくあのネット上で購入する方がほとんどなんですが、健康志向がお互い方はこのろ過する前、非加熱のもののマザー、残留物が残っている濁ったタイプの純リンゴ酢、酵素やミネラルが残ったまんまのもの、さらに栄養価が高いものですね、という純リンゴ酢を選ばれるとさらに効果がアップします。というわけで今までのお話をまとめますと、私が一押したのはやっぱり国産リンゴ果汁 100% のみでできているこういった純リンゴ酢ですね、無添加のもの、さらに上を行く健康志向が高い方は酵素やミネラルがまだこうもっともっと残っている無ろ過、非加熱のマザーというね残留物が残っている良質なものを選ばれてもいいと思います。ただ長く続けて購入しやすい方がいいなっていう方は、この純リンゴ酢でも十分効果がありますから、ぜひこちらも選ばれると良いと思います。そして三角印つけたのが、まあ、普通のリンゴ酢と呼ばれるもの、あのもちろん味はついていないですよ、お砂糖とかお塩とか余計なものが入ってなくって、リンゴ酢はリンゴ酢なんだけれども、このね純っていうねこの漢字が載っていない方ですね、ミツカンさんだったらただのミツカンリンゴ酢って書いてあるものはアルコールがまあ添加されているわけですよね。もちろんめちゃくちゃ悪くはないんですけれども、やはりどうせだったらやはり純リンゴ酢の方が無添加で安心安全おすすめということになります。そして最後に注意なんですけれども、こちら×っていうのがあります。添加物がたっぷり入ったリンゴ酢、もしくはリンゴ酢飲料なんですね。よくねご相談受けるんですね、こういうリンゴ酢飲んでますいいですか、大
メです、残念ですがっていうのが、まあ、大体こういった添加物たっぷりのものですね。例えばこちらだったら、あのわざわざ果糖、ブドウ糖、液糖、お砂糖等々がまあ入っているものになりますし、こちらも残念ながらあのスラッシュの後添加物すごいんですよね。香料、甘味料、しかもアスパルテームとかこういった要は人工甘味料ですね。こういった人工甘味料が入っているものをあなたがもし飲んだり食べたりしてしまわれますと、味覚が異常になってあなたはますます甘いものが、脂っぽいものがやめられない、止まらないっていう、そういったね負のスパラルともう入っていってしまって抜け出すことができませんから、もしあなたがそういったものをなかなかやめれないっていう場合は、こういった人工甘味料や化学調味料の影響を受けている可能性が大ということになりますので、なるべくね極力控えたり、もしくはしっかりと毎回こういった原材料をチェックしていただいて、そういったのがね入ってないかな、これは大丈夫かなということを確認して購入されると良いと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢なんですけれども、選び方を間違えると逆に太ってしまったり、これは残念ということになりますので、ぜひ正しい知識を持ってあなたの健康と美容にお役立ていただければなと思います。そしてこのリンゴ酢ダイエットをチャレンジされている方は本当に効果出していらっしゃいますので、ぜひね皆様どんどん皆様のご感想コメントいただけますととっても嬉しいです。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。